ですね、自己紹介を、はい、まあ、最初は1回転して、はい、そこから始めたいと思います。はい、はい、ジンノルーム代表、そしてアルティメント主催の児玉でございます。ちょっと1ヶ月ぶりということで、先月ちょっとお休みをしてしまいましたが、まあ、ジンノはしておりますので、ちょっと男祭りはねやりたかったんですよ。なかなか1年に1回できるかできないかなと思ってますので、でもちょっと潰し合いはいいですね。ちょっと話しててその気になったんで潰し合いをして、ちょっとキャスティングを考えましょう。どんどんで、ここでもう活躍したらどんどん出ていただきたい。おお、潰されたやつはもうダメだ。おお、俺を見て言うな。俺は応援してるぞ。ある意味あのここの子供は戦うけど、あのキャスティングする子供は応援してる。ガキちゃん頑張れ、ガキちゃん頑張れ、潰されんなと思ってる。ゲームを優しくしてる。はい、ということで今日も人狼探していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、人狼伝道師の真方です。僕はこれ希望ね、希望なんだけど、なんかお前何中だよみたいな、ビーバップハイスクールみたいな世界観でなんかバチバチできたらいいなーなんて今日来る途中に考えてました。はい、あとはなんか22の結構タッグみたいなのがあるんで、なんかそれを生かすようなね、なんか対戦とかそんなのもできたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、バンダイナムコアミューズメントの大野です。今日は男祭りっていうことで、あの普段はね、あの女子を意識した人狼やってるんですけど、そうなんですか。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 今日は大野の女を見れるの。今日違うの。大野さんの男の部分が見れるの。本当、あの楽屋とかでもね、あの普段はうんことかしないんですけど、今日はいくらでもできた。何を言うの。何を言うの。女子を気にして町内を退出ね。どういうことよ。はい、よろしくお願いします。はい、スカイニクスの斉藤です。普段は初日は女性には登用しないってポリシーで人狼ゲームやってるんですけど、あるんだね、みんな。今日はもう本当に遠慮しないで、GD とライナスをぶっ殺すでやってる、はい、思ってますんで頑張ります。よろしくお願いします。はい、スリアロムラから来ました大浜岳です。今日男祭りでバチバチできるのと、あとは本当アルティメット10以来なんですけど、10ではライナスにすごいやられて、最近の練習会ではヨスピさんにすごいやられたんで、ちょっと今日はリベンジできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、日本プロ麻雀協会の竹中誠です。まあさっきはね、あのライナスと GD に潰すとか言ったんですけど、僕小心者なんで、まあアルティメットでもスリアロ村でも居場所がなくなったらワラコロに行こうと思って。はい、改めまして GD と申します。よろしくお願いします。はい、僕去年ですね、ちょうど11月が大阪のアルティメット選手権の予選だったんですよ。うん、ああ、はい、ちょうど1年前だ。そう。で1年経って、まあこういう感じですね、なってるんで、今日はね、あの下克上というかですね、はい、もう世代交代みたいなんで、僕と伊藤くんが、僕最年少なんで、ライナスって言え。ライナスと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。からね。はい、改めましてメイソンと申します。いやエリカ様がね、実はね、エリカ様ちょっと交流がありまして。あれ、そうでしょ。どういう交流を。人狼したりとか、まあ、脱出ゲームとかも行ったりするタイプで。マジっすか。あの可愛らしい分もあって、猫とかもすごいツイッターとか。そうなんだ。すいません、人狼テレビでデイジー役の寺島エリカみたいな。エリカ様が何なんだよ。じゃあ最初の最初のエリカ様が何なんだよ。僕は絶対やってません。そうでしょ。何の弁明だ。皆さんはバチバチされてるかもしれないんです。今日は大浜もいるんで、ぶち殺して。いやでも実際、ハイラムと申します。竹中枠も一枠でいいと思ってます。ね、竹中ご兄弟と、そして私もいますんで、3人で竹中枠を、アルティメットの 3人で竹中枠を奪い取っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
自分のキャラが迷子中、人狼 DLPT ライナスです。よろしくお願いします。アイドルみたいな。なんか僕あの今仕事が欲しくて。え、本当に嫌じゃん。仕事欲しい人が言わないセリフ。そんな言っちゃうんだ。そうなんです。仕事欲しくてですね、あのこれ活躍したらの人狼の仕事増えるんじゃないかな。そうあるね。影響力あるもん。思ってる弱そうなやつからやっとこうかな。お願いします。怖い怖い。向けてきたやつが弱そうなやつ。はい、こんにちは、クイズ法人カプリテオ代表のフェカーです。まあ、結構もうすぐ、後ろもあるんで早めに陣のゲーム始めたいのでちょっと手短いなんですけども、あの山崎雅之さんのワンモアタイムワンモアチャンスに乗せて陣のあるあるをじゃあちょっとじゃあ音もあれですかね、出ないわあの後ろ、すいませんね。人狼あるある言いたい、人狼あるある言いたい、どれほどの痛みならば人狼あるある言える、人狼人狼のあるある言いたい、人狼次の場所を選べない、いつでも探しているよ、どっかに人狼のあるある、向かいのホーム路地裏の窓、こんなとこにあるはずもないのに、願いがもしも叶うなら今すぐあるある言いたい、人狼あるある、今から言うよ、最終票を持った人、歌は誰が、イエーイ、巻きたくて。なんだったの？なんて言うの？やるよ、やるよ、やるよ。初めて見た。腹立つ顔してんな。すぐ行きたかったね、本当。ちょっと、まあ、ちょっと長いなと思って。気づくの遅いな。死んだ目してやがる。長いなと思って。死んだ目してやがる。決勝早かったですよね。負けだめ。次々行った方が良くないですか？マジかこいつやってんな。よろしくお願いします。はい、元プロゲーマーで今も格闘ゲームをやってるんですけど、今は e スポーツに結構からの MC とか実況とかをしてます。マルキです、よろしくお願いします。まあ、プロゲーマー引退してから人狼ゲーム結構本格的に今やらせていただいててって感じで、まあ、このメンバーの人たちとも練習の時にいろいろなことを教えてもらっていただいてるので、胸を借りるつもり頑張りたいのと、自己紹介ではガクさんと GD ちょっと怪しいなと思いました。そこをちょっと狙っていきたいかなと。以上です。よろしくお願いします。あ、日本将棋連盟から来ました。将棋界のラストウルフこと伊藤慎吾です。ラストウルフ。じゃあ人狼だけど。じゃあ人狼。じゃあ人狼。そうなるか。最近 YouTube 始めまして、一人喋りとか練習してるんですよ。ライブとかやらせてもらってて、でなんか1500人ぐらいの方の前で、まあ、達者に喋ってるんですけど、この13人の状態で喋るのちょっと苦手なんで、ちょっと今日不安しかないです。あと女祭りがあるときは呼んでください。すごいよ、呼べないでしょ。はい、ということで、はい、自己紹介が終わったところで、元気でスタートしていきたいと思いますので、じゃあ阿部さん、瞬時スタートの議論開始をお願いします。はい、では男祭り始めていきましょう。1戦目スタートでーす。でも大貫さんが言ったことは結構俺同意で、同じく同意。あ、でもね、GD じゃないんだよな俺。ガクちゃんとヨウスピさんなんだ。おー、そうね。俺はセミさんは感じだ。でもなんかガクちゃんが被ってたなって思ったから、ガクさんめっちゃ違うかなと思ってた。俺、ガクちゃん、あ、はい、どうぞ。ちょっと作戦をやりたくて。あ、いいですよ。はい、僕はガクちゃん、GD、伊藤慎さんだと思いました。はい、せっかく2人ずつのペアがあるんだから、そのうちのどっちかを全員で投票してって6人の処刑対象を作りませんか。1人だけ余っちゃうけど。俺と GD、竹中さんと大浜さん、洋介さんと大野さんみたいな感じで2人ずつをこうやって前に出させて、みんなでこう一斉投票して処刑対象を多かった方がどんどん処刑対象になって6人の処刑対象。そしたら僕、一番初めに投票しますよ。
あ、すごいいい。ありがとうございます。俺、正義から何も拾えなかったんだけど、どうすればいいあ、っていうか、正義、山崎です。あれですよね。じゃあ、やっていこうよ。それで、あの周りの人が投票するとか。そうです、そうです。いや、いいと思う、いいと思う。いや、もう、どんどんやった方がいいと思う。じゃあ、先やった方がいい。え、まあ、先やったからでもいいと思います。あ、ほんと、じゃあ、よかった。まあ、一人一言ずつぐらい喋ってからに。そうしようか。僕は、大貫さんは人間っぽいと思ってますけど、両脇怪しいっていう緊張感は、隣にいてそれほど感じてはいないというぐらいのことは言っておりま同じく、ガクちゃんをそんなに怪しむ理由が逆にわからないぐらいでした。ガクちゃんはもう後ろからピーンってなって、こっから動けないぐらい、後ろ手にもう言わかれてるんじゃないかぐらい緊張してて、GD はもうずっと、もうこうやって見てました?こうやって。もう、あたふたあたふた。この二人はちょっと緊張感普段違った。やべえ、ママさんが人間っぽくなってる。俺になっちゃうもん。あ、俺はね、小田山さんの方が人間だと思ってた。本当？うん、いや、マガさんが今人間力があっちゃったなと思って、うん、じゃあ、ちょっとメイソンハイラもどう思う？ああ、俺は、人狼 TLPT 的観点から言いますとオープニング芝居がちょっとありまして、人狼 TLPT っていうのは、うん、台本のあるお芝居がそこ噛んだ人、大体人狼なんですよ。あ、古川さん、人狼です。簡単だ。はい、めちゃくちゃ長かった。でもそれに触れなかったのをハイラムが触れたことで俺は人間っぽいなと思った。ああ、俺は逆ね、なんか絶対一番言いやすいと思ってるから、それを言う人って誰かなと思って待ってたらあんま誰も言わないなと思ってて、言ってたか人狼かなと思って待ってたが、ハイラムがイコール人狼かはわからない。本当に思って言ってるかも分かってないから。正直人狼ゲーム関係ないこと言うと、古川さんって感度じゃないですか。うん、でもその前に喋ってる量は全員の5倍ぐらいあるんですよね。その間噛んでないからね。そうね。まあ俺なんで噛んだかだけ言うわ。これでもうごめん、本当ちょっと自分メタになっても白取れすぎちゃうから言いたくなかったんだけど、あの最終票はって言ったんだけど、本当は最多票は昼に死にがちって言いたかったんですよ。そこ間違えた。そう、そこ間違えてて、しょうがないから最終票はって言っちゃったからやばいと思って急遽変えて、あの怪しまれがちにしようと思ったら文字足りずに噛んだんですよ。アドリブにしてはすごい。アドリブにしてはそれぞれオチをね言い間違ってる僕が悪いですか。でもあの話は大野さん、はい、あの古川さんが噛んだ時にこうわって立った人じゃないですか、はい、あれが怪しいなと思って、逆にね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、いや行かざるを得ない、行かなかったら行かないと失礼だと思った。いや行かざるを得ない立場の人いると思うんですよ。小玉さんとか斉藤さんとかはまあそういう役割の人、やめてください、やめてください、ゲーム業界でそういう感じなんだ。逆にそうじゃないと思う人誰ですか。だから GD とかが結構怪しい。あ、はい、GD の話初キャラじゃない、ちょっと喋っていい、言った方がいい。ぬきさんはすごい人間っぽいなと思っていて、あの多分何もない人間だと思ってます、何もない人間って、疑われた時に役職とかも言えないので、ちゃんと探してるんだろうなと思っていて、 GD も人間だと思っていて、今のまま投票出してもらったら GD とか僕に集まりそうなのに全然焦りを感じないので、まあ、普通の村人なんだろうなと。狼だったらもうちょっと焦るんだろうなと思ってるし、誰も助けてないから GD と大貫さんは人間だと思って、 GD は人狼前からこんなことでは動じないんですよ。で逆に貫さんが僕と、GD を疑った後に、まあ、こうやってたとか理由をつけてきたけど、マガタさんのことは疑ってます。ちょっと一回投票行こうか、うん、じゃあまず TLPD の2人を全員で、あ、そういうことで全員で、はいはいはい、で人間の方が多いから、はい、行こう、じゃあ行こう、人狼だと思うね、はい、3、2、1、ドン、ハイラムさせましょう、はい、1、2、3、4、2、メイソンさせましょう、1、2、3、4、5、6、7、2、OK、メイソンが立ちます。じゃあライナス GD 行きましょう、ライナスそのままでいいよ、はい、どっちが人狼っぽいか、3、2、1、ドン、ライナス人狼っぽいよ、人狼っぽい方、人狼っぽい方、1、2、3、4、GD、1、2、3、4、はい、はい、じゃあ古川大抜けに行くな、はい、まあ、どっちかでいいね、こっちかこっちに行く、はい、3、2、1、ドン、古川さんに刺した人、人狼っぽい、古川さんの方が多そう、大抜けさんに刺した人、一応この3人です、結構覚えた方がいいね、はい、残り5分です、じゃあ曲がった子玉まで行きます、はい、行きましょう、3、2、1、ドン、曲がったさんに刺した人、すげえ多い、いや、そうでもないね、はい、で、こだまに刺した人、はい、OK です、これもヒントなんで、ここ覚えておきます、はい、じゃあ、マガさん、僕が立っておいて、ライナスも立っておいて、はい、じゃあ、これはあれは、古川さんも、はい、あ、そうか、はい、やっておきます、どっちかな、はい、行きます、3、2、1、ドン、ヨシキさん刺した人、はい、1、2、3、4、5、5、はい、オノさん刺した人、1、2、3、4、5、6、結構金さん、はい、で大野さんの方が怪しい、はい、竹中大浜3、2、1、分かんねえな、適当です、はい、もう適当です大浜さん、はい、大曽竹中さんがこの4人、まあまあ4人ぐらいか、はいはいはい、
はい、最後。あ、俺か。じゃあ今選ばれた人立ってみてください。はい。はい。あ、僕ちょっとだけ喋っていいですか。大野さんのことを結構自己紹介からも、議論中からも、ほぼ結構人狼だと思っていて、で、大浜さんが人間の時に大浜さんの人間をかばう人狼が、竹中さんもしくは陽介さんどちらかに人狼がいると思っている。大貫さんは、大浜さんと大浜さんがその時人間だった場合僕は人間なんで大貫さんも怪しいと思っている。で、ハイラムさんとメイソンさんはメイソンさんが児玉さんの人間を知っている人狼かなと思いましたぐらいです。はい、だからハイラムさんと結構それを言ったところで俺の何の白アピなの。あ、白アピにはなんないですけど、うん、なんないなら意味ないよね。あ、ハイラムさんとメイソンさんで比べた時にハイラムさんの方が投票が一致してたなと思ったんで、うん、メイソンさんに指しました。指した理由はそれぐらいです。あ、でもね、俺にはあの人間っぽいと思ったから、うんうん、メイさんが言ってくれた。印象が良くなるね。児玉さんからの票が入んない。そっちでね、マガシさんもね、そんなに人狼っぽいとは思ってないけど、児玉さんの方が人間があったら僕は思ったんで、マガシさん、まあ、今日、僕は GD に入れるつもりがあります、うん、GD が人狼だと思っています、うん、はい。僕は僕と大貫さんを比べたら大貫さんの方が人間っぽいって思うだろうなと思ってて、うん、僕も結構大貫さん人間だと思ってるから結構あの不服ではない。ただこの中で比べると あんまり釣られる位置じゃないかなと思っていて、結構、GD、ガクちゃん、大野さんに集まりそう。俺は、うん、マガチさんめちゃくちゃ人間だと、この中だとすごく思っていて、メイソンは分かんない。残り3分です。だから、その4人の話聞きたいよ。残り3分です。僕、GD を人間としてる予言者。おーろー、すごい。狼同士じゃないね、少なくとも。議論同士で話しても、もう、票がある程度入るだろうと思ったんで、もうできた。あれ、なんで狼同士じゃないんだっけ。GD が竹中さんを人狼だって言ってて、それを言われてるのに、囲ったら変だからです。確かに。はい。僕はね、僕に結構票集まったのは不服で、斉、うんうん、藤さんが狼なんじゃないかとも思って。俺も実際そうだった。僕は人間だと思って。だから。あ、ここは結構。俺はごめんなさい。大野さん人間だと思ってる。あ、本当、うん。例えば大野さんに刺した人ってなんか馬王さんが怪しいから。うん、そう、俺は結構もう僅差だったからそこは結構大事だよ。僕は斉藤さんが僕のことをかばってくれたから心情的にさせなかったから消去法って感じですね。 GD が人間ならガクちゃんもそんなに怪しくないかなってちょっと思ってきちゃってるから、うん、消去法で本当大野さんがメイソンに入れちゃうからこのままにする。俺なんか別にメイソンと大野さんあんまり怪しんでないから。大野さんの人間要素を教えてほしい。ねないで人間要素もないから疑ってないってだけ。そう、メイソンもハイラムもどっちでもよかった、分かんなかったから。俺もそう、人見ここは分かんない。4つ目は大野さんと竹中さんもそうなの、うん、オムさんのキーポイントは、ツッコミで勝った人がどうのこうのって言うんですけど、僕それがもう性格的なもんであんま関係ないと思ってて、それが決め手でした。いやだから立ちそうな人は立ってていいと思うんですけど、立ちそうじゃないなって人が立ったのは、まあね、体を結構ほぐそうとしてるように見えたっていう。もう一回言うんだけど本当にこれ5人からいきます。ちょっと一言言わせてください、はい、僕誰からもこの言われてないし、はい、フェアじゃないと思うんで、はい、この他の10人の方で立たせたいならっていう自分だけしめちゃめちゃいでもこれは人間にしないぞ俺は。集まらないから。じゃあ糸心の審議をやろう。まあ、俺はね一票目発言から結構人間だなって、うん、あ、待って本当にこのまま行くかだけ決めよう。残り1分です。その上に糸心さんの精査をするのはいいけど、大野さんに投票し残り1分です。俺は陽介さんに行きたい。陽介さんに行くなら陽介さんにも聞かないとさすがに悪いと思ってるから。いや聞いてるし陽介さんに、いや陽介さん、あ、分かんなくても、じゃあごめん、俺たちも座ってもみんなに話した方がいいと思う、うん、俺陽介さんの方が怪しいと思っちゃってるよ。めっちゃ言うと GD はさ、大野さんなんでそんなに言うと、自己紹介から僕は怪しいと思ってたし、かばわれる票が結構あるなと思った。俺人間の目が誘導してんのに人狼が乗っからないわけがないと思ってるから、ね。まあ、あなたは人間なのは知らないけど。今質問が飛びました。俺は単純に緊張感だけの話で言えば、ガクちゃんも大野さんも人間っぽいなと思ってるだけです。で、マガタさんが怪しいかなと思っちゃってる。正直。結構見えてる、なんか見えてる発言に聞こえることが結構多くて。なんか人間を単純にしてる人狼なのかなと思っちゃってる。でも俺が言ったのってガクちゃんと GD が緊張感で怪しいしか言ってないですよ。今はどう思ってます？俺は全然緊張してると思ってないから。マガタさんって今はどう思ってます？GD に本当は入れたいけど後ろって言われてるから、このままだと僕はガクちゃんに入れる。だってガクちゃんと GD は怪しんでるし。議論時間終了です。投票の時間です。じゃあ投票です。はい、あ、投票をします。あ、全員座ってて大丈夫です。投票します。マガタさんに投票します。最初に僕らを疑ってきた貫さんに乗っかったように見えた。で、陽ちゃんがマガタさんを人間としてる予言だったら今日出た方がいいかな。僕が人狼だったら多分陽ちゃんを噛みます。はい、マガタ占い師でも霊媒師でもありません。ガクちゃんになります。
はい、投票します。ハイラムに投票します。立ち上がった中に人狼やっぱいると思ってて、立ち上がって目的があって立った人と、ただ単に立った人がいました。その中に人狼がいると思います。じゃあ投票します。マーズさんに投票します。やっぱり見えすぎてるかなって思いました。投票します。ヨースピさんに投票します。GD が人間だったら、大野さんとヨースピさんが二郎かなって思っています。大野さんが言った発言でなぜかヨースピさんを省いたこと、そして GD を怪しんだこと、それが、老老かなって思ってます。止まりましたね。動きます。ヨースピさんに投票します。ハイラムもちょっと怪しんでます。お二人が分かんないんだよなって感じです。投票します。ラクさんに投票します。最初の自己紹介で疑ってたんですけど、それ以降にそこまでやっぱ人間要素があんま拾えなかったっていうことで、明日以降死ななかった精査してね。高橋します。投票はメイソンにします。人狼がまだ票を持ってると思っていて、投票を受けてないメイソンに投票します。ただ正直結構消去法で人間っぽいと思った人を除いている感じの投票なので、人狼かどうかはまだ分からないのが正直なところです。ただ、このまま持ち続けてメイソンが決定票を打ってしまう人狼だった場合が困るので、届くようにしておくっていう意味で投票します。さあ投票です。動かない場合は5人が死んでもらいます。5人。古川さんに投票します。議論結構俯瞰で見てたんですけど、古川さんがひたすらに、投票対象者立っているもの以外の投票にしないか、立っているものの投票でいいのかっていうのを固く言ってました。古川さんともう一人立っている人狼がいるのか、座ってる中に人狼がめちゃめちゃ多いのか、二択だと思うので、古川さんともう一人人狼がいるという可能性にかけたいと思います。古川さん、お願いします。時の議論に言った通り、野方さんは人狼を怪しんでいます。野方さんを守る票が増えるかなと思ったら意外とそうでもなかったので、もしかしたら人間だったらごめんなさい。お願いします。陽介さん、斉藤陽介さんに投票します。僕預言者で伊藤慎吾さんを知ろうと知っています。竹中さんは多分俺が投票した斉藤さんには投票しませんよ。多分マガさんに投票します。俺はマガさんが めちゃめちゃ人間だと思ってます。投票中の発言も。あと2人。投票します。まあ GD が持ってるんでいいでしょう。投票はマガタさんにします。初日の僕の印象を言いますね。小玉さんから GD 側にはあんまり人狼はいないと考えてます。まああるとしたら大野さん、票集まらなすぎるから。僕が疑ってたのは、正直メイソンはメイソンから古川さんの中でメイソンが一番村っぽいと思ってました。疑ってるのはハイラム、ライナス、古川さんがのどこかに必ず人狼がいると思ってます。マガタさん、お願いします。大野さんを2人で占ってほしいです。本気で人狼だと思ってます。はい、人間の僕がこんだけ誘導して1票も入ってない。ありえないです。はい、陽介さんには投票しますが、真方さんもそんなに人狼と思ってないです。僕を疑って預言者って言えるのに言ってないから、そんな疑ってないです。正直大野さんを殺したかった。はい、では最多は4票、マガタさんとヨースピさんの決戦投票になります。ではその場で一言ずつ最後の弁明をいただきましょう。はい、竹中兄が、強靭でメイソンが本物だと思っています。1票目と4票目、ガクちゃんと伊藤慎さんからマガタは見えすぎてると言われましたが、僕はなんだかよく分かんないので合っちゃってるんじゃないかなと思ってます。なのでガクちゃん、伊藤慎さんが狼なんじゃないかなと、GD も下手すればと思っています。僕は2票目に占い師でも霊媒師でもないと言いました。そんな狼はいるでしょうか。以上です。
はい、予言です。ごめんなさい。GD を白としてるから出なくていいと思ってました。で、申し訳ないけど、真方さんが飛躍色だったので、信用的な飛躍色だったので、ギリギリまで票を持ちたかったんですけど、真方さんに入れました。ごめんなさい。メイソンが人狼、アニが狂人だと思います。では、二人は前へ立ってください。では、決選投票を行います。指を上げてください。いきます。せーの。マガタさんを指した方、手を挙げてください。1、2、3、4、5、5票、手を下ろしてください。ヨースピさんを指した方、手を挙げてください。1、2、3、4、5、6票。じゃあマガタさんは戻ってください。本日処刑されるのはヨースピさんです。はい、ごめんなさい。まあ、私に入ったこの4票と、あと決戦の、投票をもう一回洗ってください。マガタさんは人間だと思います。そうですね、それぐらいしか言わないな。メイソンが狼、兄が狂人だと思います。以上です。頑張ってください。はい、じゃあヨスピさん、霊界の上お越しください。はい、ということでヨスピさん、死んでしまいました。いや、男祭り楽しいですね。いや、楽しい、めちゃめちゃ羨ましい。ちょっとガチっぽい感じがね、いいですね。なかなか普段 みんなが見えない。そうですよね、はい、なんか女性がいないからもう気使わないで、はい、気使ってない、はい。はい、じゃあ、はい、ちょっと寄れていってきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと今ね、モニターが映ってないんですけど、どうですか皆さん、楽しい感じですか。これちょっと今、ね、はい、ぐる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 。皆さん、あれですか、 TLPT はご覧いただけましたでしょうか。目を開けてください。人狼の方、目を誰を殺すか。あ、来た。あ、見たよ。あ、やれますやれます、ルーベンやれます。こちらの方でよろしいですか。結構頑張ったんですよ。でよろしいですか。あ、ステラ全部見た、素晴らしい。よろしければ目を落としてください。ルーベンの回、あ、見逃したんだ。ぜひね、今度またなんか再放送あれば見てもらえればいいなと思います。誰を占いますか。はい、いや、本当にあ、めっちゃ良かった、ありがとうございます。こちらの、そう、ルーベンだけね、当てられなかった。あれ結構あれなんですよ、まあ、ネタバレになっちゃうとあれなんですけど、会場の皆さんは初日処刑とか初日神とかシャヤトンとか分かってるところもやっぱり推理に多分生かしてきちゃうので、それをなんか 逆になんかそれの結果で自分のなんか色がどうなのみたいなのが多分あると思うので、テンション低くないよ全然。それはテンション低くなりますよね。はい、2戦目頑張ります。また今日なんか時間あったらもしかしたら参戦できるかもみたいな話もあるので、楽しみにお待ちください。そうなんですよ、短命、まあ短命は短命でね、皆さんのプレイを見れるのでね、皆さんと一緒に楽しいんですけどね。はい、今日ほんとみんなガチでやってるんで。はい、じゃあ夜終わりました。じゃあヨスピさん、なんかこう掛け声的なやつで、はい、あっちに戻していただけます、はい、最近ね、私古川さんが主催してる旧老杯っていう、ね、クイズ大会で、もともとアメリカモダンウルトラクイズに私大学生の時に実は東京ドーム一人で行ってそのためにパスポート取ったんですけど、なので、ニューヨークへって言ったら、ニューヨークへ行きたいかって言ったら、おーっていう。あ、いいですね、はい、じゃあみんなおーって一緒に、はい、行きますよ。行きます。ニューヨークへ行きたいかどうどうね、芸能に疎すぎる。メイソン、メイソン、僕はメイソンかヨスピさんが人狼だと思っていたので、僕今日霊媒キックが黒だったら出なくてもいいかなって思ってるぐらいです。あ、霊媒師出なくていいです。大野さん人間です。なんで出なくていいの。なんで、あ、僕目線人狼だって分かってるから。それは僕ら目線分かんないな。あ、みんなダメ、任しますよもういや、人狼なんか出てほしい。いや、てか霊媒出るべきだ。だったら、うん、なかなかさんが何か分かってるわけですよ。あ、まあ確かに出てくれないと僕は、まあ、基本はヨスピさんが人狼と思いますよ。じゃあ出てください、お願いします。はい、まあいいでしょう。はい、霊媒師です。人狼でした。おー、マジか。
昨日と。なので結構見える部分があって、竹中さんは強靭化しんってことですよね。多分そうですね。遅くまで持ってた2人が中丸陣を助けたかったように見えたんですね。自分の城先には票が集まらない状態で待ってたから、票を持ってた人、僕を含めて2票以上持ってた人、もっとシンプルにいきましょう。まず YOSHIKI さんに投票した人を洗った方がいいです、通常票を YOSHIKI さんに投票した人、僕とライナスと GD とメイソンです。そうですね、はい、これは、結構殺意のある票だと僕は思ってます、僕は最初から言っているし、YOSHIKI さんが最初に自己紹介から、で GD は真賀さんに入れず、ヨースピさんに入れ、ライナスは、自論票言ってないけど、 GD が人間だったら大野さんとヨースピさんが自論だと思ってるって言って、大野さんじゃなくてヨースピさんに投票してます。で僕霊媒師で人間でした。ライナスさんと誠さんが自論をします。あ、GD、僕霊媒師で人間でした。やっと、はい、あ、思うことを言ってもいいですか、と単純に考えると、メイソンが、本物、で、ヨースピさんが人狼だった時、GD が人狼であれば竹中さんと、ヨースピさんから白が当たってるからメイソンを噛めるっていう算段が1個、もしくは GD が本当の霊媒師でハイラムと竹中さんが人狼だった時、ヨースピさんが、人狼仲間であればメイソンを噛めるし、ヨースピさんが強人、強人か、その時は、ヨースピさんが強人だったとしたら、噛んどけばシーンは必ず死んでるという構造、どっちもあり得ると思っていて、ヨースピさんの白って誰だ、伊藤新さんです。あ、え、はい、いや、GD だ、ヨースピさんも誠さんも GD だから、GD が人狼の時にっていう説を言ってるんだけど、伊藤新さん、もう一回ちょっとね、分かりにくいから説明したくて、 GD が本物というか、GD が人狼だった、そうか、白が当たってるのは竹中さんと洋輔さんから当たっている、で人狼でそれ出てきたんかっていう話ですよね。そうです、そうです、そうです、竹中さん破綻してません？僕が人間で、そうだね、そうなんです、竹中さん破綻してるの、竹中さん破綻してます、そうなんです、竹中さん、ちょっといいか、俺は1分前から自分の破綻してますよ、ね、いや、自分で自分の破綻じゃないですか、そうだよね、お前が白を優しい、じゃあちょ、今何であったのか言って、ライナスなんで、竹中さん目線は、夜に襲撃されてるからメイソンが狂人ということになります。そして、狂人は2人いないので、人間と知っている GD は本物の霊媒師になります、ハイラムが人狼になります。で、その本物の霊媒師である GD が、なんだっけ、ヨースピさんのことを狂人と言っているから、竹中さん目線は狂人が2人存在することになってしまっているから、竹中さんは、すげえ、正解、本物ではありません。じゃあもう少し進めていく、もしも GD が本物だという軸であれば、竹中さんと、ハイラムの投票が大事になってくる、ハイラムは俺に投票している、そしてハイラムに投票した人は、大野さんが投票している、竹中さんに投票された人は、マガッタさん、じゃあマガッタさん、となると、イトシンさんはメイソンの城で、メイソンが本物であれば、今言ったライナスか、大貫さんか、小玉さんか、ガクちゃんが人狼候補になってくる、身内切りがない限りは、じゃあ僕自分の城アピールをしておきますね。竹中は、人狼か狂人確定で、ヨースピさんはハイラメさん人狼確定、はい、この2人は議論中に大浜は白いと言ったにもかかわらず、僕に白と言わずに GD に白と言っている、この2人どちらかが人狼であれば、僕が人狼だったら僕に白というのが一番自然だと思います。まあ自然だけどねぐらい、ね、結局人狼は人狼をに人間って言ってないんだよね、3人とも。僕はね、ヨースピさんと、竹中さんが人狼であることから、大浜さんではなく、大貫さんとか、そのあんまり処刑されない位置に多分いたんじゃないかなと思って、ハイラムさんともう一人が、もう一個聞きたいことないでいいですか、僕と斉藤さんが2択の時に、あの 5票6票に分かれたじゃないですか、あれを知りたいんですけど、いや、それって白白じゃないですか、いや人間に向かう、斉藤さんは人狼なん で、 なんで、ハイラム目線はね、ハイラムは思うと思って、でも大野さんの推理は進んで、大野さんに入れた人、これは GD 新目線の推理だから、ハイラムは別の推理を言って、次やるから、そのちょっと GD 新目線でここに行くと、ライナスの、プラスはさっき、破綻に一番に気づいてくれたこと、大浜さんが言ったのは、人狼だったら人間と俺に言うだろうっていうこと、で俺はあんまりないんだけど、ハイラムが怪しいって投票中に言ってる、言ってる、言ってた、ハイラムが投票持ってるし怪しいなと思ってて、ヨースピさんかハイラムって言ったら、ハイラムが怪しいって言ってるくらい、でハイラムに投票してる、あのメイソンとハイラムの時にハイラムに投票します、大事だと思います、大浜さん決戦で、ヨースピさんに投票した人、どういう感じですか、してない人してないです、間違えちゃった、間違えたっていうか占い師だから3人残さなきゃという意見で俺は残したって感じです、
あ、じゃあこっちの目線いいですか。はい、いいです。基本的には陽介さんが人狼で、人狼だということです。昨日陽介さんに投票してない人の中にいます。今さ、GD の中、GD が本物だとするならば、今立っていた人は人狼になっちゃうんですよ。一人だけです。人狼じゃないですよね。違う、人狼じゃないなら僕は信じてください。それだけです。ハイラムさん目線は立たせよ。ハイラム目線の気を立たせよ。まず陽介さんに投票 してない人が立たせる。決戦があるけど、まずは通常で投票してない人立ってください。そうです、通常で投票してない人全員立ってください。この中で、ハイラムの目線のまず役職者の内訳を視聴者と僕たちに教えてほしい。僕は基本的にはメイソンを信じております。信じておりますというか絶対本物です。メイソンが本物、糸新さんの人間が分かっている。はい、そうだね。で、竹中さんは、はい、破綻している狂人で、 GD が人狼、 GD が人狼で、ヨースピさんが人狼、はい、で、 GD は、人狼のヨースピさん仲間に昨日投票していることになる。あ、もうそれ、ね、これは身内切りだよね、はい、オッケー。 その上で俺たちがどうなるか。じゃあ決戦の票も聞く。決戦の票も聞かせて。俺は決戦で入れてます。じゃあこの2人一回下げます、はい、そうすると真方さんと大野さんっていうことになって、やっぱり僕は大野さんが人狼だと思います。違う、 GD にめちゃめちゃ釣りたいって言われてますよ。あ、だけどです、投票は結局集まってないです。だから永田さんが、だから結果的に竹中さんも今日大野さんに白を落としてます。じゃあめちゃめちゃ身内切りが起こってるっていうのが入らん目線で、ヨースピさんで誰に投票したっけ。永田さん、それです、これはさすがに違う。そうです、だから大野さんだって。なるほど。大野さんって誰に投票しましたっけ。大野さん誰に投票しました。ハイラムです。ちなみにめちゃめちゃ身内切りが起きてるわけでもないです。ハイラムに通常投票ですね。でも GD は身内切りをしてる。残り1分です。GD、ヨースピさん、残り1分です。大野さんだと思うので、結果的には GD が切ってるだけです。ハイラムさんが、本物やったら人狼、人狼の狂人の方が多分。だから人狼が人狼同士、まあそうですね、狂人の結果によって破綻されたっていうパターンはあるのか、うん、で狂人の僕が人狼を破綻させたみたいな。いや、それがないから、まあ、どちらも厳しい。身内切りでも狂人が破綻させても厳しいけど、それがでもハイラム目線の事実だから。あ、でもね、そう、1個だけ、ハイラムは一応竹中さんが人狼の場合はまだね、しっくりくんの俺らの。ああ、そうだから、ね、今日はどうせ竹中さんを殺すんだよ。結果見たいです。そしたら、はい、ハイラムが人狼って言ってくれたら GD が狂人だったら投票しちゃうのかなとも思ってるから。俺は竹中さんが狂人だと思ってます。マガタさんに喋らせて。あ、すいません、僕はハイラムを信じています。僕信じてる。どう、普通に信じてる。ごめんなさい、僕兄が破綻した時と GD がやっちまった顔を僕は見逃せなかった、そうですね、つまり狂人、GD は。いや、でも僕、竹中兄が狂人と思ってたんですよ。で、GD が狼、はい、ヨースピさん狼、はい、もう一人は僕ガクちゃんだと思ってたんですけど、大野さんかもしれない。はい、議論時間終了です。投票の時間です。ごめんなさい、僕はハイラム派なんです、すいません。投票します。まあまあゆっくり考えてみていいと思います。大野さんと GD とヨースピさんが人狼、うん、ちょっともう一回考えてみてください。GD はマガスさんにポイって入れたらあなた死んでたんですよ、はい、なのに人狼に入れ、人狼に決戦投票を入れてるんですよ、はい、大野さんと GD はずっと喧嘩してたんですよ、議論中、うん、投票してないかもしれないですけど、それをどこまで押すんですかって感じがしますが、はい、竹中さん、さっきごめんなさい。ハイラムが本物だったとしてもマガスさんの人狼はあるなと思っていて、 GD、 人狼の GD が、人狼の陽介さんと人狼のマガタさんの2人だったから決戦にした、その可能性があるなと思っている。マガタさん目線、なぜ人狼の GD が、マガタさんに決定票を打たなかったのかっていう視点も出てないから、ちょっと怪しいなと思ってます。ハイラムが本物だった場合、まあ、推理を伸ばしてもらうのはいいんですが、まあ、違いますね。兄に入れます。はい、すみません、初日しろしろって言われてて、それから喋れてなかったんで喋らなきゃいけないと思っていて、やっぱり俺は竹中兄が偽だった。 GD 疑っちゃったのは申し訳なかったけど、 GD が死んだと思っており、その残った4人の中でやっぱり学さんが最後のラストウルフなんじゃないかなと思ってて、ハイラムさんと竹中兄が人狼、学さんがラストウルフなんじゃないかなと思ってる。今そのが推理です。はい、投票します。投票は竹中さんにします。マガタさんを人間だと思っていて、マガタさんは、どちらの霊媒師目線でも今人間と置いて座った人物なのに、村の意見に反して、ハイラムを本物だって言う必要がない、こんな目立つ必要なくて、2人の人狼仲間が釣られていくのを見守って僕は入れられてるから違うよねって顔をしてラストウルフにならなきゃいけないのに、その像に当てはまらないから人間だと思います。疑っているのは、大浜さんと一等、ラストライナスです。すいません、大浜さんとライナスを疑っています。はい、
竹中さんに投票します。まあ、破綻が来るって分かっててもメイソン、新予言のメイソンを噛みたかったっていう理由があるはずなんで、ちょっと もう一回明日考えたいと思ってます。頑張れ。はい、失礼します。竹中さんに投票します。マガタさんに言うと、僕はもうヨシピさんのことを人間結果を出してる時点で、竹中さんの人狼確定してるんで、そこで変な顔とかはないです。もう竹中さんを人狼っていうことを言ったんですから、はい、僕は人間だと思ってます。大貫さんかなってちょっと思ってます。皆さんに間違わないと欲しいんで、もう明日の結果次第って感じです。僕それでも竹中さん、陽介さんが人狼同士よりは GD 陽介さんの方がしっくりきてるんです。もう自分の意見だけです。僕が見た結果が全て、 GD はめちゃめちゃいい状況で、それは霊媒師をしました。僕は人狼じゃないので本物の霊媒師ですんで、言ってる情報を皆さんにお伝えするだけです。結果的には大野さんがラストウルだと今は思っていますが、まだ分かりません。竹中さん投票します。メイソンが本物だったってことは、僕市民なんです。死にたくない。あ、死にますよ。はい、投票します。竹中に言えます。まあ GD が明日竹中の結果を黒と出すでしょう。で、両方の人狼から僕は初日にかばわれたけど、議論ではかばわれたけど、結局白ももらっていません。で、マガタさんは人間だと思ってるんで伝えたいんですけど、マガタさんが昨日投票した自分の白アピールって、僕も同じこと言えるんですよ。それが通じないとなると、ちょっと考えを直してほしいのが一点。大貫さんか古川さん、どちらかが人狼だと思っています。では本日処刑されるのは竹中さんです。思い起こせば2年半前も男祭りっていうのがあったんですよね。その時の初戦に、まあ、僕は占い語りをして2日目に破綻をしました。また破綻したんだ。はい、竹中さん、じゃあこちらへお越しください。はい、竹中さん、じゃあこちら。なんかそういうジンクスでもあるんですかね。あるんすかね。はい、と昨日されたメイソン。いやー、竹中さんはさ、あんま似てないね。破綻ばっかりしてますよね。似てる。ダブル竹中でお願いします。似てねえ。竹中さんそれ言わないし。言わないし。2年半ぶりだよ、破綻したの。もうほら、コメントも似てない似てない出てるよ。てか、メイソン久しぶりっすね。そうですね。人狼やるの。なんか全然会う機会なかったと思う。竹中さん、はい、麻雀のプロじゃないですか。はいはい。素人に、はいはい、中連ポート振ったことありますか。ああ、ありますね。誰に振ったんですか。いや、石井豊って人に振ったんですけど。俺に。いや、だってリーチしたんですよ。なんか一回上がったら死ぬと言われている中連ポートやつですけど、なんか役なしドラドラでバーンってリーチして、うん、まあ暇だからメイソンの手見てて、うん、あ、メイソン今テンパったねって思ってきたら、ウーアン持ってきてフイって言ったら、メイソンが1万8000って言うんですけど。いや、あんたそれ中連だから4万8000じゃいって。なんで振った俺が訂正すんねんみたいなことがありましたかね。そうですね。懐かしいですね。懐かしい。あれ以来役満上がってます。あのね、国士無双ぐらいじゃないかな。うん、数アンコとか上がったことないです。あ、ないんだ。ないんですよ、まだ。結構それだけ麻雀やってればありそうですけどね。うん、ちなみに、そのメイソンに中連打った後日談があって、はい、そのメイソンに中連打ったその次の月に安倍に国士打ったんです。うん、なんやねん、こいつら役満しか上がらんわ、と思いながら。そうなんですよ。ご覧の皆さん、人狼しかね、もしかしたら知らない方もいると思うんですけど、麻雀覚えたらめちゃめちゃ楽しいんで、はい、ぜひぜひやってください。スリアロチャンネルっていうのは、麻雀も見れたりするんですか。麻雀スリアロチャンネルっていうのが人狼スリアロチャンネルとは別にありますね。あるんだ。うん、なんであれなんですけど、うん、メイソン M リーグとか見てるんですか。 M リーグはね、ちょくちょく確認をしています。確認スコア見れてはいないですけど、どこを応援してるとか特にあるわけない。ない。水原さんを応援します。あ、やっぱみんな大井さんとかね。あ、大井さん
人狼民水原さん応援するんですかね。そうえ応援してないんですか。いやいやしてますけど、なんかね最近うちの嫁が水原明菜に夢中なんです。えいやなんか M リーグずっと見てて、あの水原さんが上がったりするたびにやったーとかやってて、うん、なんか僕の麻雀には1ミリも興味示さないのに水原の応援ばっかしてます。そんなんがあるんであれですけど ね、 なるほどね。あさあそろそろはいテルたまりました。いやあのね中連ポットは衝撃でした。そうそう衝撃打った後に、うん、まあ安倍ちゃんの国士も衝撃だった、ね、散々な好きでした。そう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 、はい、じゃあせーので、うん、あの時計のくすは破しちゃダメだよって言いましょう。俺も言うのそれ。せーの時計のくすは破しちゃダメだよ。失礼やぞ。出られんわ。死の死がいないぞ。死の死がいないぞ。死の死がいないぞ。殺さないでくださいって言ってる人からホラー映画の神。ホラー映画の神。はいじゃあ2人ともせーのでした。それでも人間ですよ。狂人です、うんうん、竹中さんが狂人、本物がメイソン、うん、人狼ヨスピ確定してるのがハイラムさんと僕のどちらかに人狼がいることが確定ですね。そうです、僕も人狼がいることなんそうです。え GD の本物は絶対メイソンなの。ヨスピの可能性もあるよね。どっちでもいい感じです。それちょっと説明したいと思ってて、うん、メイソンが本物の場合、竹中さんは破綻してて GD が本物だった場合、うん、でで人狼だった、ヨースピさんは狂人だったっていうことになってて、イトシンさんを込めてるから絶対人間であり、うん、ヨースピさんの白である GD がいるわけだよね。だからこれは別に成立してて、うん、ヨースピさんが本物の場合も GD に白、そして破綻している、誠さん、そして噛まれたメイソンがいるから、狂人人狼になる。ヨスピさんが本物だったら、うん、狂人はメイソン、人狼が、竹中さんになる、うんうん、だから本物に、白をもらってる GD がいるわけだから、ヨスピさんが本物でもメイソンが本物でもハイラムが人狼になるよね、うん、はい、っていう GD 的にはね。俺目線はもう、そうそうそう、だから、どっちが死んでも関係ないからその議論はいらなくて、はい、糸新さんが囲われてた人狼じゃない限りっていう話はもうする必要もないから、はい、うん、もうどっちが死んでも一緒です。 GD は死んだったら、はい、はい、が言いたかったです、はい、でちょっとじゃあ GD 目線でいきますね、はい、GD は人狼だとしましょう、はい、人狼です、はい、ということは人狼仲間は洋スピさんは確定ですね。ハイラムが本物なので、はい、GD は最終票を持ち、はい、狂人の、竹中さんに人間と言われ、お狂人やないか、うん、お、はい、あの出てきたやつ本物やないかと思いながら最終票を持ってました、人狼なので、はいはい、なぜなら真方さんを殺さなきゃいけないから、ヨースピさんなんか殺させるわけにはいかないから、うん、けど投票したのはヨースピさん、はい、まあまあここまではいきなり決めたら怪しいからっていうのもあるかもしれないので、まあ行きましょう、うん、決選投票でもう一度ヨースピさんに投票しています、うん、まあここもさっき入れたからまでしましょう、うん、次の日ハイラムが出てきてヨースピさんが人狼でしたと言ってくれました、さあヨースピさんに投票した人立ちましょうって言ったら、ライナス、小玉、GD という3人が上がりました、うん、ここは殺意があったから絶対違うよねっていう話をしました、うん、なのになんで出てくるの、うん、だってこのまま黒って言われてる方が古川さんとか大貫さんとか真賀さんとかガキちゃんとかは殺せたんですよね、うん、あだから今こうなるからです。今そのことによってこうなってますね。 GD を信じる流れになってますけど、 GD は一番ね、真方さん見てたと思うけど、GD がやばいなって顔したのは、洋介さんを決戦で殺してしまった時なの。一番すごい顔をしてたのは。GD は、やっちまったなっていう顔をしてたのは俺見てる。それをみんなに。投票がね、どっちか分かんなくてそういう顔になったかもしれないです。どんな顔してたの？ちょっとやってみて。そう、これこれ。みたいな感じで。ああ、いいか。っていうか、皆さんには 理論で説明することは、本当にこれ以上はできないというか。できるよ。できて残り3分です。GD と糸と児玉さんが立っていて、おそらくここが投票されないであろう人狼の GD 目線、うんうん、で、大野さんがおそらく人間なんでしょう、大野さんと GD がもし人狼同士だったらおそらく死ななかったから、この日、ハイラムが一角したとしても死ななかった、うん、竹中さんを殺す、もしくは竹中さん以外のグレーを詰めるってなったら、おそらく殺される候補は大浜さん、真方さん、大貫さん、古川さん、うん、この中だった、うん、なのにもかかわらず出てきたってことは大野さんまで人間だと思う、ハイラム目線は。ハイラム、わかる。そうなのかな。そうなのかな。あ、違う。どっち目線も助けてあげてる。あ、っていうか、それそうなの？なんで大野さんがなんでなんで？人狼の GD はまず安全圏にいます。うん、人狼結果が出ていることになって、うん、そして狂人のなんだ、狂人だよね。狂人の
竹中さんが大野さんに人間ですよね。そうなった時に絶対に大野さんと GD はあの日死なないんですよ。そうね。そう。まだにも変わらず人狼の有利な状態にいるはずの身内切りしてる GD が出てきてること。正直ね、俺はその観点に関しては、自分がシーンを取るためだけのシーンをだったと俺は正直思ってる。ラストウルフを助けるというよりは、うん、今この状況を作り出す最高のチャンスでしかない。西子もらってんすよ。僕が霊媒師ということで2分の1になります。僕は霊媒師と言わなかったら、人間側の方に上位、トップ10ぐらいには行って、その下がいっぱいいたのに僕は2分の1を選んだ人狼。あ、皆さんは信じる霊媒師は処刑しませんよね、うん、処刑しないから出てきてるんです。 GD は処刑してくれるならそれでもいいです。ラストウルフをかばって出てきてるなら逆の理論が通じるから OK。 そうね、2人とも言ってもらっていいです。ただメイソンが襲われてることから、2回、君たちを殺したところで2回使えるの、ね、はい、だから絶対に釣り切ってほしいって言って、釣り切る前に1個多分挟みます。さすがに GD の方を信じてるんで、その1個挟む時に殺すのが最高だよ。あ、皆さん GD を信じてますか、全員が。残り1分です。残り1分です。俺だけ、理論で言うとね、そう、僕ちょっと自分の修羅ピースね、マガタを古川に疑われてるから、マガタさんがハイダムを信じたの僕は絶対に無駄ですよ。初日にマガタさんと入れ合って、僕は決戦でマガタさんにそのまま入れればいいのに、人狼であるヨシキさんに入れています。それでもまだ疑う、うん、そうね、マガタさん目線はそうね、マガタさんを信じるんで、そこが直ってくれないと。初日はヨシキさんじゃなくて俺に入れてる。じゃあ決戦で僕はマガタさんじゃなくてヨシキさんに入れてるの。だからその決戦が俺は見てないから。ああ、そう。だから入れたんだ。それで信じてもらえる、うん、GD 以外の狼は絶対に洋介さんに入れてないと思ってまして、うん、これは。だから児玉さんとか、は違う。児玉さんライナスとかは違うと思ってます。うんうんうん、だからこそ、GD 目線でも、隙間に挟める人がそれ以外の候補なら、ありがたいな。誰だったら、誰だと思う？ぶっちゃけ1位、2位ぐらい。あ、俺は正直大野さんだと思っちゃった。そう、普通そう、2位は。はい、大野さんが何と思ったら、ないとしたら、まあ、古川さん。こうね、古川さん、ヨスピさんに投票します。あ、そうか。議論時間終了です。投票の時間です。決戦を投票します。決戦を。はい。マガさん人間じゃないよね。すいません。ごめんなさい。理論とかはハイラブ偽という声が圧倒的でしょう。でも僕は GD が人狼だと思ってる。ハイドとか。ちょっとマガさんがよくわかんないな。説明してほしいんだよな。本当に説明してほしい。それで明日もなっちゃうと俺は疑いたくないんだよな。なんか持ってきてほしい理論を。じゃあ議論ならん。ハイラムにお願いします。最後の人狼は大浜さんだと思ってます。2位大貫さん、あ、同じぐらいかな、どっちか、うん、はい、お願いします。GD に疑われてるんですけど GD を信じててやっぱり出るメリットがなさすぎる。で最後はやっぱりガクさんだと思ってて、俺の城要素っていうのが最初にガクさんの GED が自己紹介で怪しいって言ったところから、そこまで考察が伸ばしてないので俺が結構怪しい位置になっちゃうと思うんですけど、俺とガクさんの釣り切ればもう勝ちなんじゃないかなと思うぐらいガクさんが人狼だと思ってます。アイラムに言えます。僕は疑わしいと言ってるんですよ。どこを見て疑わしいと言ってるんだろう。僕は多分ね、両霊媒師目線結構白い位置です。まあ明日話します。合ってるのはマガタさんだけです。皆さんは理論で考えてるからしょうがないと思います。感覚で皆さんは初日マガタさんを人狼じゃないと思う声が多かったですよね。あの時を思い出してください。僕はマガタさんをかばうわけでもないけど、マガタさんは人狼じゃないと思うので今後疑わないでほしいと僕は思ってます。 GD が絶対に人狼なので GD に投票します。最後の人狼は大野さん大貫さん、どちらだと思います。はい、ハイラムに投票します。それでもハイラム真の目は消さないです。自分も、明日推理します。頑張りましょう。投票します。投票はハイラムにします。昼に言った通りです。マガタさんの処遇をどうするかによって僕は人間かどうかを見分けようと思ったんですが、児玉さんは、マガタさん人間前提で話を進めて、説得しようとしている。それと同じ行動を取ったのが今日は大浜ガクちゃんだったので、ガクちゃんの人狼目が下がったかなと思います。逆に昨日の段階でマガタさんを釣る方向に持っていっていたのがライナスだからライナスが怪しいです。意見が出てないのが大貫さんなので、ライナスと大貫さんを、疑います。僕が噛まれるかもしれないから言っておきます。ライナスはまだ間に合う段階の票を持ってます。
ハイラムを助けられるまで投票しない、投票するのを待ってたけど投票しないから、結構あるかなと思います。大貫さんの方がまだ投票が早いので印象がいいって感じです。大野さんは分かりません。ごめんね、投票します。理論構築が間に合わなくて助けられそうにないなと思っていて、今現状マガタさんのこと人間だと思っているから絶対に人狼がハイラムに投票してるんですよ。でハイラムのことを助けようともしていないからハイラムの本物があるんじゃないかと思っている。GD に投票します。投票します。俺はね、ライナスはね、結構人間だと思っていて、だから古川さんも人間だと思っている。本当に大貫さんと大浜さんも違うと思うね。大貫さんからちょっと思ってるけどって感じですね。はい、ありがとうございます。人狼は人間を殺します。人間は人狼を殺します。僕は人狼を殺しています。では本日処刑されるのはハイラムです。理論構築が間に合わなかったんですよね。まあ後輩のセリフそうだったね。理論構築が間に合わなくて僕の中でも分かんないです。GD がなんで出てきたのか、GD は今現に芯を取れてるからそれが全てだと僕は思いました。だから別にラストウルフを生き延びさせるために出てきた CEO だと思わないので大野さんの人狼も外さないでほしいと思ってます。僕が皆さんの立場でも僕に投票します。僕を偽物だと思います。だけど僕は竹中さんを人狼だって言ったら皆さんから信じてもらえる目があったと言われてましたけど、それでも竹中さんは人間と出ました。やっぱり、GD が人狼として竹中さんを破綻させてます。誰を挟んでもいいですが、あと2狼いて GD と誰かなので絶対に釣り切ってください。それだけです。僕はまあ投票はしてると思います、してますが、大野さん、大貫さん、古川さんの中に人狼がいると思います。以上です。はい、じゃあハイラム、こちらへお越しください。いやー。襲われちゃった。愛しんさん。もう、愛しんさんも来たからね。諦めじゃん。愛しんさんも来たから。二人で、今日、何なんすか、その、どうしていいの？いや、俺回してるけどさ、議論にならないんだよね。このテンションでやると議論にならないんだよね。今日2人でお願いします。2人でやるね。流行ってるんですか。いやじゃあ流行ってなんかやらせてそうなんですよ。そうなんですよ。アルティメット人狼10でちょっとやってしまってそれ以外将棋界も取り入れた方がいいんですかね、このね。いやいやいや逆に僕が将棋界の誰かをモノマネするっていうスタイルでもいいんですけど。あ、それでもいいです。はい、愛しんさん初めまして。あの人狼一緒にするのは初めましてですね。こっちは本当一方的に知ってたんで。僕も一方的になんかよく土下座するシーンとかあなんかこの足をこう立ててなんか靴を履かせるシーンとか靴拭いたりするシーンよく見てます。そうなんです。疑惑感のある感じでやらせていただいてるんですけども。いや、いいですよね。愛しんさんはどういうキャラクターというか。いや僕もまあ割と太鼓持ったりするの得意だと思うんです。本当ですか。はい、じゃあ同じ結構すり寄り的な、はい、なるほど。ゲームクリエイターの中では大野さんがその立ち位置みたいな。あ、そうなんですか。はい、僕大野さんとも仲いいですからね。なるほど。最近プライベートで将棋の大盤を送ってもらいました、ね。あ、はい、そうか、大野さんもね将棋やられてますもんね。そうですね。いやー、はい、いいですね、うん、なんか愛しんさん人柄がいいっていう話をすごい聞いてまして。そうなんですか。はい、てか将棋棋士の方ってみんなこう温厚で穏やかで、まあ、そうですね。将棋盤以外のところはそうかもしれないですね。あ、はい、将棋盤ではもうそこはもうバチバチ言ってますけど、ビシッとね。はい、すごい。女祭りに呼んでくださいとおっしゃってましたけど。デイジーさんが好きすぎて。あ、はい、デイジーさんのことはうちのチャンネルでも喋ってます。あ、そうなんですね。愛しんチャンネル。はい。愛しん TV。愛しん TV だ。失礼しました。愛しん TV ぜひともご覧ください。お願いします。ぜひね、お願いしますよ、本当に。いやー、どうなるんでしょうね。なんか、アルティメットチャンネルも3周年を超えて、3周年を超えたんですよね。4周年目に突入してるわけですけれども、はい、枠の争いという話が今度出てきましてね。やっぱ、いや、僕呼んでる場合じゃないと思います。いやいや、愛しんさん。いや、だってほとんど5トークぐらいしかしてないですもん。いやいやいや、はい、5トーク。さて、ではでは、あちらに戻しましょう。なんか掛け声的なのがあればお願いします。じゃあ、僕はどうも愛しん TV 伊藤慎吾です、イエイイエイって言ってるんですけど、はい、そのどうも愛しん TV です、伊藤慎吾ですったら、イエイイエイの弾幕をぜひ。弾幕です、弾幕。皆さん、お願いしますね。お願いします。じゃあ、愛しんさん、お願いします。どうも愛しん TV 伊藤慎吾です、イエイイエイ。ちょっと
どうしちゃったんですか、いなくなっちゃった。タイムラグ、タイムラグ、タイムラグ、ね、タイムラグ、タイムラグ、タイムラグ、変な姿勢だ。あ、よかったです。ポンポン、おお、グッジョー、グッジョー、おお、いいと思う。そのまま行きましょう。もう一回怒ればもう一個増えるから、で、出さないってことです。あ、もちろん、はい、あの出たかったら勝手にしてください。あ、人狼でした。はい、で、ちょっとさ、一個さ、俺は結構マガさんが言ってることもちゃんと理解をしてるし、ライナスが言うことも理解してるから、折衷案じゃないんだけど、今日 GD じゃないとこに行って終わらなかったら GD を明日殺そう。終わる。僕は反対。僕は反対。 GD に今日行きたいってこと。今の反対意見の人は今日 GD に行きたい、はい、ってこと。あ、違います。僕はずっと GD を殺さないつもりです。あ、そうなの。はい、あ、でもそう、俺もそう思ったんだけど、マガスさんの言ってることとかもあるから、うん、でも GD は逆に真なんだったらラストウルフを今日追い詰めて、うん、でラストウルフ候補はのヒントにもなるでしょ、はい、でも明日 GD を、じゃあグレーでもいいんですけど、大貫さんってまだ疑ってます、僕の、うん、結構人間かなって思い始めちゃった。そう、結構伊藤くんあるのかなって思い始めてて、伊藤くんていうか、しかも両霊媒から俺結構に、ライナスがあるのかなと思い始めて、両霊媒から結構疑われてて、俺がラストウルにされてるから SC にされてるっていう感じ。なるほど。ちょっとこの意見を出してみましょう、うん、GD 目線のラスト、ラストウル誰だと思うかは、うん、大貫さんだったじゃん、昨日までは。わかんないんですけど、ちょっとだけね、大野さんがあるかなって思ってます。あ、僕が、人間で、大野さんを疑ってます。でもハイラムに投票したところで多分投票ハイラムさんで、ね、死なないと思うんですよ、うん、ハイラムさんに投票しましたよね。何票目ぐらい？3票です。初日は3票目にハイラムに投票。あ、結構早めに投票してる、うん、ハイラムさんが怪しいっていう人があんまりいなかったんですよ。それをしようか迷ったけどね。でもヨスピさんにしちゃったけど。で、俺が疑ってるから占われる可能性があって投票履歴を残した可能性はあると思います。大野さん の、 その考え方次第ですけど、はい、じゃあ大神さん、はい、ラストウルフをどっちが死んであり、まあ、ジディが偽であるっていう推理プラスラストウルフ。ライナスが消去法で浮かび上がってきちゃったなって感じ。どっちの霊媒死にてます。どっちの死にてますか。原則は GD だけど、でも僕64ぐらいなんで霊媒両方倒し殺したいです。いや、じゃなくて今日、じゃなくて今日グレーに行くっていう議論をいっぱいしたくて、今日グレーだったらライナス消去法で、マガスさんとオロキさんとヨウちゃんは僕のことをずっと疑ってたんだけど、僕の発言により考えを変えてくれているので、ライナスがどう思ってるか次第。でもライナスが人狼だと思うんだったら、さすがに、ハイラムが本物ではないと思ってる。本物あ、ハイラムが偽物。ヨスピさんにすげえ重い票入れてるよ。あ、違う、 GD が本物か。ヨスピさんは GD 本物の時の狂人だからだよね、ガクちゃんが言ってるのね。あ、じゃあ僕を本物って思って思ってないってこと。いや、思ってるってこと。思ってるってこと。僕を殺すんだったら絶対に GD が本物だって言い切って殺してください。まあね、僕を殺したら GD を絶対残してくださいね。そしたらライナスはどこ今日行きたい。マガクさんと児玉さんのことをかなり人間だと思っていて、大野さんのことも人間だと思ってるから、大浜さん、大貫さん、古川さんの3択の中に人狼がいると思ってます。変わらないです、これは。もうずっと変わらない。はい。はい、あ、学長はでも、今、ライナスが言ったことは、結構ちゃんと聞いておいた方がいいと思う。ライナスに投票するんだったら、GD を残した方がいいぞ。本当に。それは本当、本当そうするレベルだった。3票目に、ヨースピさんを殺す必要がない。はい。ぶれないでくださいね、僕を殺した場合は。僕はですね、ライナスの人狼もあると思うし、自分の話もするんですけど、ヨースピさんを殺す必要がないっていうのは、その GD が本物の場合は別にありますよね。それはいいですよね。うん、OK です。じゃあ僕は GD が本物だと思ってる理由は、ハイラム目線、GD が人狼で、ヨースピさん、人狼仲間のヨースピさんに、投票してる。で、ヨースピさんが死んだ後に、せっかく狂人が囲ってくれているのに人狼として出ている。そして狂人を破綻させている。っていう状況を作って真を勝ち取るっていう方法を、あの短時間で身内切りも含めては思いつかないと思ってるんです、うん、だからそれはないと思ってて、 GD が強靭の場合でもそのプレーは超余計、白を当てられている初日に何もしないで2日目に、だから、僕は本物だと思って GD をずっと残したい。もう一つ、僕はハイラムに自己紹介を噛んだことを一番最初に言われてます、うん、ハイラムが僕に言って、僕はそれを最初に言ってきた人が人狼だと思うと言い返していて、結果投票も受けてます。だから GD が本物の場合、僕は人狼じゃないし、残り1分です。GD が偽物の、分かりました、終わります。俺が死にそうな気がする。俺はね、ライナス人間だと思ってる、うん、ラストルで、違うと思ってるし、うん、大野さんの意見も聞きたい、どう思ってるか。で、大浜さんもちょっとあるかな。あ、じゃあ僕も喋るし。あー、ごめんなさい、さんが喋りたかったけど、これだけ。古川さん、もっと単純にそこまで考えてないとしたらどうですか。例えば、はい、ハイラムが霊媒で確定した時に狼で確定ですよね。
はい、その時に投票履歴からもう一人の狼が見つかってしまう可能性が、はい、大丈夫です。その時は自分が投票してるから対抗せずに僕、陽介さんに入れてるんで、しかも誠さんの白なんでって言えば一番強いから、うん、出る必要がないんです。確定させた方が強いのに対抗で出る必要がないから GD は本物です。じゃあそれで、GD が本物ならいいです。別に俺はハイラムに寄り添っちゃってたから、うん、じゃあラストオルフが僕っていうのを考え改めてほしくて、はい、GD が本物だった場合って、僕別に、ハイラム助けなくてよくないですか、うん、それはもう、うん、それはそう、わかる。それが人間ポイント。議論時間終了です。投票の時間です。投票します。 GD に入れます。僕は別にハイラムのシーンも切っていないし、今日グッジョーが出ていることから今日投票が集まった人が騎士だとかいうのがすごいもったいないと思っている。明日以降も GD がいた時に GD が本物だ偽物だっていう議論に使うのがすごくもったいないと思っている。なんかもう多分今後共感できないと思うんで大浜さんに投票します。糸を殺したくて GD を殺したいっていう、もう理由はわからない。GD が本物だ、糸がジノだと思うんだったら GD は本物だし、自分で間違えた。なんだろう、ライナスな。ここを、あ、そう、ライナス、はい、ここを熱に使おうとしてる思考がわからないです。はい、投票します。大浜さんに投票します。言った通りだし、ちょっとめちゃくちゃだなって思ってます。やっぱりそうなんです。 GD を殺しないと糸くんを疑う、あ、ライナスを疑う議論ではないし、今日1個使えるんだったら本当に大浜さんに投票したいと思っております。予言者がいなくなったのになぜ GD は霊媒師として出てきたんでしょうか。予言者はこの世にいなくなったんですよ。はい、GD に投票します。やっぱり、なんだろう、まあ可能性なくはないっていうのもあるし、今日の意見で、ラストルフが釣れるような雰囲気もないなと思いました。やっぱりここは確実に、盤面というか、ラストルフだけの状況にしてもう一回議論を、毎日明日のことまで言うけど投票します。ライナスに投票します。昼議論中に言った通りです。 GD だけは絶対に処刑しないでください。僕が言った理論分かんないですか。 GD が偽で出る理由がないんですよ。安定進行とかじゃないです。これ GD に入れるの一番安定してないです。だって考えたら分かるんだもん、本物だって。それを入れるのは安定じゃないよ。不安定な投票だって絶対ダメ。 GD は絶対本物です。もうめちゃくちゃ本物。もうこれ以上入れたらもうそいつ人狼ですわ。もう絶対ダメ。ですね、大浜さんとライナスを釣って最終的に大野さんと大貫さんの精査をすれば勝てると思う。 GD を残してグッジョブが GD に出てるかもしれなくないですか。わかんないですよね、何が起きてるか。だからあんまり安易に GD に行くのが安定とは言えない。ライナスに投票します。ごめんなさい、古川さん、何を思われてもいいけど僕は GD に入れる。ごめんなさい、GD が人道じゃない確証が小山さん言ってることもわかる。でも僕はハイラムが霊媒だと思って、わけわかんないこと起きてるのは分かってるけど、わけわかんないことオオカミがしてると思ってる。今の大浜さんの投票で結構怪しいなってもう一回思い始めちゃいました。すいません。古川さんの言ってる理論が正しいと思ってる。 GD がやっぱり出る意味がないから、 GD が本物だから俺も殺したくないと思ってるけど、今からライナスに入れたところで届かないと思ってるから、今日は大浜さんに入れるしかないかなと思っちゃってます。はい、大浜さんに投票します。可能性の話を言い出したら全員に人狼の可能性があり、僕という霊媒師の能力っていうのをその2分の1だけで考えないでほしい。人狼ゲームは全員に人狼の可能性があります、それを考えないでほしい。可能性が偽物の可能性がある、それだけで投票されたら考察をしてないです。はい、人狼を殺して、人外を破綻させて、これ以上何をしたら芯が取れるかは分かんないです、僕は。これで本物って思ってくれなかったら何をしても本物って思ってくれないです。はい、では本日処刑されるのは大浜さんです。結構不服です。僕は今日もともと GD に行くつもりだったし、グレーの精査よりも今日グレーの中で大野さん以外の全員から一度疑われ続けてるんです。なので自分の白アピをするためにまずグレーの精査よりも自分が知らないことを最優先していました。なので別にライナスと GD をセットでどうこうではなくて、自分が死なないためにはどうしたらいいかしか考えてませんでした。僕を人狼だと思う人は、ハイラム線は僕は人間というのもさっき伝えました。GD 目線も初日に竹中が人狼で、投票対象が何人か立っていました。そこで
GED を下げて僕がまあまあ死にますよね。本物の人間である GED を下げて僕を残す理由が何ですか。こういう話をさせてもらえないまま投票されるのは本当に不服です。抜き参加なと思っています。抜き参加ちょっと推理は伸びてないですが、ちょっと納得いってないです。以上です。はい、では大浜さんこちらお越しください。はい、どうぞどうぞ。はい、大浜さん、昨日死んだ人いないから今日一人なんです。あ、一人なの。大浜さん、大浜一人で言う。寂しかったらでも呼んでもいいんですよ。あ、じゃあ、スリアロ村の百幕の話をしたいので、はい、なんか竹中、おいで。あ、竹中さん、じゃあ今日はその話、はい、お願いします。で死んでくやつら全員俺のモノマネする。はい、はい、というわけで、今度ね、スリアロ村が100幕ということで、6周年、もう6周年迎えたのかな。もう迎えたね、うん、先月で6周年迎えて、100幕記念ということで1月の10日と11日に、下北沢のタウンホールというところで、舞台でやらせていただいております。当然今日来てる小玉さんとかね、古川さんとかその辺の面々が来たりとか、真方さんと大野さん、そうですね、真方大野も来たりしますので、ぜひぜひ。あ、メイソンもいます。あ、そう。伊藤先生もいます。うん、ツイッター等でいろいろ、今ね、クラウドファンディングやってますので、今最終リターンとして、スリアロ村メンバーの、人狼カードを作成していますので、そちらの方とかね、この機会にしか手に入れることができませんので、よろしくお願いいたします。あと、放送の告知なんですけど、スリアロバトルコロシアムという毎週水曜日の8時から放送しているのがありまして、今ゲストに児玉さんに来ていただいておりまして、来週が最終回です。最終回でいつもは有料放送なんですけど、なんと、全編無料で見れます。来週そう、児玉さん出てます。で、そのバトルコロシアムっていう番組がリーグ戦システムで、チャンピオンを決めて回は降級して出れなくなりますよっていう感じで、今竹中が優勝争いしていて、僕が落ちそうな残留争いをしていますので、それが次週決まりますので、そちらの方もぜひぜひ無料で見れます。 YouTube で来週は無料で放送しますので、ぜひぜひ、僕らの Twitter の方でも公開しますので、よろしくお願いいたします。めちゃめちゃいい議論してますので見てください、うん、はい、ということで夜ターン終わりました。じゃあ大浜さん、なんかじゃあスリアロ村っていうんで100幕で100幕、はい、はい、じゃあいきましょう、せーの、スリアロ村100幕。うん、人間でした。うん、ね、マガタさん結構違うと思ってて、マガタさんが会ってたら結構ね、児玉さんなんて噛んでる場合じゃないんですよね。マガタさんグッジョブとかだったら考え直そうと思ったんですけど、違ったんで、ね、マガタさん考え直した方がいいと思ってます、うん、俺ってどっちの霊媒目線も、人間だと思ってるから、俺の言ってることは結構染まってないと思ってほしい。理由を聞かせてもらっていいですか。はい、GD が本物だった場合はハイラムに投票されてて、昼議論中も突っ込まれている、うん、ハイラムが本物だったら昼議論中に立ってる人じゃなくてヨースピさんに行きたいから、ヨースピさんに話させた方がいいから、フェアじゃないからって言って、ヨースピさんに投票する意思を込めて立ってる人じゃなくヨースピさんに話を振った。その結果投票が集まって、僕はメイソンの方が投票中気になったから、新予言のメイソンに投票している、うん、はい、っていう行動があります。だからこれが、で決戦投票をヨースピさんに結果入れている、マガトさんじゃなくて、だから僕は人間です。僕を偽物だと思っても、誰を疑ってるか、僕が人狼だった場合も僕が本物だった場合も、うん、この中に人狼が一人いるんで、それを本当に考えてほしくって、うん、僕は結構ハイラムさんのなんか言ってた怪しいところはちょっと似てるなって思ってたんで、人狼に怪しいって言ってる可能性があるんで、それを議論してほしいです、うん、はい、僕は GD ライナス GD 古川という組み合わせを怪しんでいます。どう、あ、同じですね、GD と古川さん怪しんでます。古川さんは何か今の話って、今の話っておかしいと思っていて、全然あると思っていて、古川さんおかしい、だって古川さんが言っていることって、なんだっけ、ヨースピさん、人狼のヨースピさんを議論で攻めたけど投票はしてないんですよね。で、ヨースピさんってその時っておそらく1票か2票しか集まってなくて、メイソンに投票してるんですよ。なんで議論で詰めたのにそこ人間要素拾ったんですか。はい、正しく言います、うん、その時ヨースピさんは2票で大浜学が2票でした、うん、で、その状況で俺は0票のメイソンに1票目を投じています。ヨースピさんに身内切りをするのか大浜に投票するのかはっきりしてない。どっちにしても何の有効策もない。ヨースピさんをただ怪しませて、喋らせて、ボロを出させて、投票させて、身内切りもせず0票の人に入れて助けもしない。これが人間の行動です。マガタさんって、なんでライナス GD なんですか。ライナスさんは、僕は偽物
も人狼に投票していて、僕は人間だと結構思ってるんですよ。ライナス GD はないですね。ハイラムが本物になります。ハイラムが本物だったら GD とライナスが、人狼のヨスピさんに投票しちゃってるから、うん、そのライナス GD だけはないです。じゃあ、俺って結構やばい状況で、俺最初 GD と大浜さんがすごい怪しいって言い続けていて、その2人人間だった結果でも、昨日俺は古川さんの意見もかなり理解して、 GD を殺したくないから、大浜さんの行動がライナスを疑ってるのに GD に投票したことから大浜さんにそれでも入れてしまった、うん、今でもライナスかなと思っちゃってる。ライナスなんかね、オノさん、もう時間ないから言いますよ。ボディガーです。おーちょ、まあ、ライナスと大貫さんで迷ってるって感じです。古川さん絶対ないし、うん、マガさんは状況的にないって、僕もまだ俺死んでます。マガさんが人間ですよね。人間ですよね。僕がかばってたのってここなんですよ、うん、大野さんと若田さんを、人間だと思っているから、大浜さんと大貫さんと古川さん怪しいって言ってるんですよ。で、児玉さんもその意見と同調してた人です。真田さんを一番人間だと言っていたのは僕と児玉さんで、真田さんが推理が違った時も僕と大浜と児玉さんだけ人間の真田さん聞いてくださいって言ってたんですよ、うん、その時ライナスは真田さん人狼じゃないかって論を2日目に言ってます。で、今日になって僕人狼って言ってるから、やっぱりライナスがおかしいと僕は思っちゃう。ライナスが人狼だと思った。残り1分です。大貫さんじゃないですか。なんかね、ライナスじゃなかったら大貫さんです。それで終わり、うん、GD 投票なんかしなければ勝てる。俺は GD が人狼だった場合に俺が釣られたら負けてしまうから今頑張ってます、差は今日僕を釣ろうとしてるかどうかだけ。僕に釣り名を使おうとしてるからライナス。今日ライナスはない。ライナスは GD はない。ね、僕はやめます。あ、入れてもいいけど釣れないと思うし、ごめん GD、 投票履歴上が申し訳ないけど、マジで人狼に投票してないから、GD が疑う気持ちはめちゃくちゃ分かる。古川さんってなんで、一回も人狼に投票してない大貫さんより僕になってる。あ、俺を釣ろうとするから。え、違くて、古川さんが俺を釣ろうとするからなんですよ。ああ、でももうしょうがない。だって、推理上、大野さんの推理が俺は一番ナチュラルだと思ってて、僕はないってなるはず。だって、さっき言った説明が通じないから、ハイラムとの絡み、陽月さんとの絡み、GD との絡みで、俺は白く弾かれるはず。君の村人の能力として。それがないのが本物の人間とは思えないよ、でも俺と大貫さんでもいいけど、俺どっちが怪しいじゃん。もうこうなったら、大貫さんでいいと思ってます。大貫さんの人間は全然拾えてないです、正直。そう、その方がまだ分かる。議論時間終了です。投票の時間です。はい、じゃあ行った方がいいと思ってて、俺古川さんもめちゃくちゃ人間だと思ってて、 GD が本物だから殺したくなくて、昨日ガクさんは人間かなと思ってたんですけど、やっぱりライナスを疑っていて GD に投票したのが下世なかった。やっぱりその一人に霊媒師、霊媒ローラーをしたいっていう気持ちは分かったけど、それには納得がいかなかった。で、俺は人狼に投票してないので、俺に投票されるのはしょうがないかなと思ってるけど、ラインナス終わると思ってます。ちょっと落ち着いて話した方がいいかな。GD と古川さんがもし二郎だった場合って、昨日の投票先は、古川さんが俺に、ラインナスじゃなくて大浜さんに行ってよかったと思っています。大浜さんと GD が競ってる状態で、票を止めてゼロ票の僕に1票流す必要がないと思っているから、 GD とつながるんだったら大貫さんだと思っています。最後まで票を持って決定票を大浜さんに投票していることから、だから落とすんだったら今日は大貫さんかなと思ってます。はい、動かないなら投票します。大貫さんに投票します。やっぱ小玉さんが噛まれていることからも、やはり、まあ、GD も死んでいくという村にしたいと思っています。はい、しょ、投票します。投票はライナスにします。理由は昼議論中に言った通りです。今日大貫さんが釣られて僕とライナスになったとしても勝てるし、逆でも勝てるんですけど、ライナスから行った方がいいかなって感じです。大貫さんが喋ってなくて明日喋らせて分かることが多いから。僕は GD、 大野さん、真田さん、メイソン、僕が立っている時にこの中から行かないでほしいって言ったんですよ。座っていたのはヨースピさん、竹中さん、ライナス、大貫さんです。人狼いるくないですか。さすがに僕の発言で人狼だと思っているライナスを信じられない。まだ僕を人間だと置いてくれている大貫さんを信じたいので、ライナスに投票します。あと僕と GD です。 GD を信用してない。議論はできません。取らなきゃ行ってください。なんで行かないの。くそ、 GD を殺したかったな。 GD を僕は信用してない。ライナスは違うような気がしてきた。ごめん、洋服さんに入れてるのを僕は忘れていた。 GD、 ごめん。
大貫さんにします。投票します。まあ、大貫さんに投票するけど、俺は古川さんを処刑するつもりがないです。で、大貫さんで終わらなかった、ライナスで、もう俺はもう真田さんも違うと思ってるから、この本当に釣りでほんまに終了すると思ってます。はい、では本日処刑されるのは大貫さんです。はい、すいません、人間で古川さんが人狼だった場合って今俺に入れれば終わってたんで、人狼じゃないのが確定したかな。次の現場続くので分かると思います。うん、ライナスがラストウルフ、うん、古川さんがやっぱ絶対人間で GD が本物、うん、マガタさんとかが間違えた人 GD を殺すとかになっちゃうのがちょっと怖いなっていう印象です。すいません、最初のグレスキがまず間違ってたし、人狼に投票できないから今日殺されるのはしょうがないかなと思ってました。うん、古川さんの言ってることは絶対すごい正しいことを言ってると思うし、うん、GD が本物だと思ってるんで、明日ライナス殺せば勝てると思います。すいません、人間です。はい、じゃあ大貫さんこちらへお越しください。はい、ということで大貫さん天以来ですかね。そう、天のその後の放送。あ、なるほど。はい、はいはい、じゃあよろされた人も呼んでみましょう。児玉さん、どうもー。はい、竹の子はやんないよ。竹の子はやんないよ。できない2人。終わったよ、もうそんな。そんな長く持ってない。はい、どうもどうも。お疲れ様でーす。お疲れ様します。はい。いやー、どうですか。いやー、楽しいですね。男だけ楽しいですね。ある意味。そうなんですよ。でも、はい、トーナメントって結構、男だけなんですよ、実は。多いですよね。はい、女の方って、慣れてむしろ、いなくない、あんまり。いないっす。ほぼいないっす。ほぼいないよね。おっさんしかいないっす。普通に。一番若いのがピカクロス28とか。平均年齢結構やばいです。やばいっす。そうなんだ。平均年齢もだいぶ高くて。いやー、そうなんだよね。でも結構男臭いイメージありますもんね。そうですね。感じで。ただね、まあ結構、うちもおっさん多いからね、なかなかね。大貫さんって年齢非公開なんですか？あ、違います。39で俺、児玉さんとタメです。そうだよね。あ、そうです。そう、ここ、一緒なんですよ。一緒なんですよ、ね。人狼松坂世代と言われる。人狼松坂、あと村中先生。村中さん一緒っていう、はいね、人狼松坂世代と言われてて、はい、あと誰かいたっけな、誰かいたんだよな。誰かいないしたっけ ?39 ですね。39。80年生まれってやつですよね。はい、はい、はい。なんかいましたよね。あ、誰だ、児玉さん。マドッグ・クリスは、1個ね、上か下なんで。ああ、なるほど。まあ、ほぼ早生まれ、早、なんかよくあるじゃないですか。ああ、ちょいずれてるやつ。まあ、ほぼ学年一緒みたい。様子ピー違うよ。様子ピーはもっと上だよ。様子ピー上だよ、もうちょっと。あ、花房さんそうじゃない？へぇ。あ、花房さん一緒っす。そうそう。はい、松坂世代。松坂世代。はい。広瀬涼子世代ですね。あ、そう、広瀬涼子世代と、ね、我々のアイドル。そうなんですよね。はい、同い年なんだよな。同い年なのにすげえんだよな。松坂も広瀬もすげえんだよ。すげえんだよ。すごい。さあ、はい、じゃあなんか、はい、的な。じゃあ、松坂世代で。はい、松坂世代。いきますよ。松坂世代野村さん。はい、この時点で2-2、人狼勝利です。うわー、マジで。うわー、信じられない。はい、では皆さんお戻りください。ごめんなさい、マサさん、すいません。世代交代ですよ。マサさんだけど、いやー、信じられない。ごめんなさい、ごめんなさい。世代交代です。すいません、申し訳ないです。謝るの俺だろ。いや、そうなんだ。いや、すいません、もう死んだ全員と視聴者の皆さん、すいません、申し訳ない。では、招待オープンをしていきましょう。児玉さん、お願いします。人狼3人誰ですか？どどどん、富永さん。どんだけ入口切りすぎてるの？えぐい。マガタ殺すよ。世代交代はこっち殺すよ。なんでうちの様子で殺すよ。だから覇気のない預言者で釣られよ。いやー、 GD は出るんだ。出た。もうすげえ違和感でさ、めちゃくちゃ破綻時の顔とか、うん、なんげえな、マガタさん。はい、ということで狂人。新世代に嫌われてるみたいですね。いや、もう仲間なのに破綻させられた。そんなのに破綻させられた。いいじゃないですか。そして予言者。はい。で、次が、レバシッパッ。レバシッパッ。何もできなかったっす。そして、ボディーガード。はい。はい。
先は一応連続で、小玉さんね、というのが今回の内負けとなりました。若手怖えと思いましたよ。すげえ。殺されてましたからね。そう、みんな思い出して最初立った人、ほら立った最初だったの5人ぐらいで、え、はい、ちょ、あ、俺立った、あの立った人じゃないよ、小玉さん立ってないですね、あの古川さんに突っ込んで立った人だよ。あ、そういうことね、あ、そういうことね、おいおいっつって、予言霊媒、人間人間、人狼人狼人狼、すごい、ほら、イサちゃん正確でしょ、すごい、ほら、でも俺は違うって大野さん言ってくれたよね。え、古川さんは役割で立った引きそうな人、何を聞いてもそれを立つ、田中さん、やばい、ひな壇から登場するやつ、わからないそれは。なんかね、そう、理論、小玉さんね、理論で、理論は絶対小玉さん合ってんだけど、もう違和感がものすごく。でも GD 目線は一応、うん、ライナスが結構人狼になっちゃうよね。あ、そうなってます。それがね、ちょっと。俺は名称切ってるから逆になっちゃうんだね。それ、そう、GD ずっとさ、俺がライナスって言ってんのにさ、ライナスはない、ライナスはないって訴えかけてくるじゃん。あ、まあ、人狼としたからね。そう。なんでと思って。そこまで。あと、あそこがライナスの、俺を切るんだったら絶対残してくださいよ、みたいな。はあったな。なんでって言うし、そこが。ライナス言ってた。人狼としたからね。すげえな、何言ってたんだろう。GD 殺すまんになってたんだけど。ダメだった。まあね、でもライナスと人狼と思うんだったらやっぱ GD 本物見ちゃうね。見ちゃう。理論的には。理論はそうなんですよ、ね。変な形でクロスになってくる。そうすぎる。GD がね、本物でもメイソンを噛むことは可能かな。竹中さん自身が人狼になるので。そうだね。だから GD が人狼だから噛めたわけではないっていう感じだね。なんでそこはあんまり考えなかったけど、うん、俺の考えではもう本物しかやらない。行動だと思ってたから、うん、乾杯です。そうですね、おめでとう、本当に死んだ皆さん、本当に申し訳ない。結構俺が間違って引っ張っちゃったんで、本当すいません。ライナスに行きたかったんだけど、ごめんなさい、オールさんが入れる前に俺が入れればよかったんですね、あの日。でもライナス入れても、俺が死にますよね、次。ね、おそらくそう、そこの戦い、俺がロック結構してるから、じゃあ抜きさんかって俺は言ったと思う、俺が残っちゃったら。マガさんが頑張ってくれれば。いやー、全員から理論攻めされても2戦目人狼に投票してもダメなんだろうな。そうだろ、2戦目は信用されないんだろうな、人狼に投票しても。めっちゃしてんだろ、いや、すげえさん。もう信用しないです。信用してなかったんすよね、マガさん。GD はあるなーって言って、全部言う。いや、申し訳ない。それな。決定票はちょっとね、もう人狼ですって言っとうなもんで。でも、あの年寄り2人を踏み台にね、そうなんですよ、あの先輩勘で、そうなんです、そうなんです、その人生的に勝利かどうかっていうのが先輩人狼ゲームには勝ったけど人生ゲームには人生ゲームどうだったかなって言ってたけどね。ちなみになんかメイソンどこ占って死んでた、俺ハイラム占ったもん。逆に生きてたら俺ね、多分あんま信用されてないんじゃないか。そうね、いや、偽でしょみたいなね、あったかもしれない。え、でも白出さないとかになりません、わかんない、そこがどうなったかわかんないね、面白かったですね、生きてる。ちなみに大野さんは初日誰をお守りしてたんですか。初日守ったんだよ、糸新さんじゃない、糸新さん、いや、違う二郎じゃん、誰だっけな。初日はライナスです。あ、自分選びや、なんでいや、霊媒っぽいなと思って。あー、なるほどね、役持ちっぽいっていうのは優しい先輩、ありがとうございます。まあ、あとは抜かれて2日目は古川さんです。おー、でもすごい人間だと。結構太いとこもある、守るね。太い、前の日の日本でね、結構ね、強めに誘導したんですよね、古川さん。あの、毎朝の大野さんの顔がやっちまったみたいな顔して、全然グッチョブ出ねえみたいな。あ、糸新さんが襲われてたってやつ。糸新さんが襲われたのも悲しかったですね、あれは。まあ、でも小玉グッズね、すごい、すげえ、すごいね。はい、守れたと思うんですね、僕。守れたと思うんですね。あんだけホラー映画みたいに僕が死にたくないよ、死にたくないよ、死にたくないよ、ガマーンっていうね、ホラー映画。僕は人間ってことですよね、言ってますもん。いや、言ってますね。信じたな、偽物。いや、すがすがしく信じちゃった。はい、ということで、じゃあ、10分休憩を挟んでぐらいで、30分か35分ぐらいに、第2戦目いきたいと思いますので、よろしくお願いします。やられたー。